居酒屋事業撤退。はい、トリマンチャンネルを始めていきたいと思います。2月14日月曜日。はい、冒頭からね、まあうちの話ではないんですけれども、ニュースでね、ワタミさんの居酒屋大手のね、ワタミさんの、ニュースがね上がってたので、ちょっと気になったので調べてみましたということでお話ししていきたいと思います。長引くコロナ禍でワタミは居酒屋40店舗を年内に閉店するというね話で、外食チェーンのワタミは居酒屋およそ270店舗のうち40店舗ほどを年内で閉店すると明らかにしたということで、まあ閉店してね、まあ焼肉業態に変えたりとかね、まあ今唐揚げとかね、いろいろやってるんですけれども、まあ、ここでねちょっと、ワタミのね四季報をね読んでみたところ、びっくりしましたね。もう今ねワタミの主力は居酒屋じゃないんですよね。なんとねワタミの今ね主力の利益の柱がね、高齢者向け宅食サービスっていうのが、利益の柱でね、もう居酒屋じゃないんですよね全然。はい、これびっくりしましたね。でもね、居酒屋事業もだいぶねもう焼肉の方に切り替えたりとか、まあ唐揚げの方にね、切り替えたりとか、まあいろいろね、売り上げのねポートフィリオをね、もう居酒屋をだいぶ縮小してってるような感じで、まあねもうワタミイコール居酒屋ではないんだなっていうのをね、改めてちょっと四季報を見てみてね思いましたということでね。まあ大手はねもうどんどん、居酒屋はね撤退してってる感じですからね。まあまさかね、一時ね、シダックスがねカラオケっていうイメージがありましたけれどもね、実は給食ね、事業がメインだったとかね、まあそんな話によく似てるなという話なんですけれども、いやワタミがね、すごいなと。逆に高齢者向けね宅食サービス、これコロナ以前からね、介護の方とかねそっちの方に、行ってましたので、渡辺社長やっぱすごいなっていうのがね、改めて思いましたと。でさらにねこの高齢者向け宅食サービスの反則のやり方としてテレビショッピングをね活用してたっていうのをね見てね、おおってなんでしょうね。もう何でもかんでも今ね SNS とかこうやって YouTube とか、まあ TikTok とかね、まあそういうネットの方で、反則するのがね、まあ今一般的になってきた中でね、まさかのねテレビショッピング、まあ高齢者向けのサービスなんで、まあネットをね使わない高齢者向けにやろうと思ったらね、テレビショッピングはまあドンピシャでハマったんだろうなと思ってですね、うわーこれも反則のねやり方としてはもうある意味なんか斬新だなっていうのでね、ドンピシャでねピンポイントでね狙い撃ちしてさらにね効果が出てるということで、いやすごいなと思いましたね。まあただねもうあの居酒屋部門がね足引っ張ってもう決算はねボロボロになっておりますけれども、いやね大手を見てみたらね、まあ本当に徐々に昔のね居酒屋の大手と言われているところでさえね、そうやって、業種をねどんどん変えてってるのを見るとね、ね感慨深いなというかね、おおってなりますよね。まあね JT ね日本タバコ産業やったかな、のメインも今別にタバコで利益を得てるわけじゃないので、まあそっち、まあそういうねだんだん業種転換していくっていうのもね大事なのかなと思いながらね、ニュースをね眺めておりました。まあそんな中でもね、まあうちはねもうお弁当屋さんとしてのね認知度が高まっておりますけれどもね、今日も、お弁当ね、まあ、少なめの15個と、唐揚げ550円分、売って、9550円ね昼上がりましたと。で夜はね今日暇でしたね、まあ、常連のねお客様がトリマンカウンター死守してくださって、まあね15年続く、坊主なし記録は防衛できましたよということでね、皆様ねありがとうございましたということで、いやもうねうちもまあだんだんね、ちょっとね売上的には本当にね、まあこれ今ねまだ、まん延防止と重点措置中で、まあ、時短営業中でね協力金がもらえるからね、まあまだ
余裕ぶっこいてられますけれどもね、これが補助金なしでね、今の売り上げだったらちょっとね、もうピエンって感じですね。もう泣いてますね。はい。まあ、ギリギリね、まあ、生きていくぐらいのね、感じにはやりますけれども、まあ、ね、経営者っていうのはね、利益が、ね、上がらないことはやりたくないので、もうね、だんだん、クーチューンチューンってなっていってたと思いますけれどもね。はい。まあでもね、今後、沖縄の方でね、マンボウね、解除かっていうようなね、ちょっとニュースが出てましたけれども、山口、広島ね、沖縄と最初にね、出てましたけれども、まあ、そちらの方もね、だんだん、陽性者、が減ってきているということで、もしかしたらね、山口県も、20日でね、解除があるかなというふうな流れなので、まあ、ただね、山口県だけ沖縄解除、ね、山口県解除になったとて、沖縄、東京ね、大阪等まだね全然数が減ってないので、まあ、そういう報道はね毎日、ワイドショーとかでね、今日は何人何人何人ってね取り上げられるでしょうから、たとえ山口県が解除になったとしても客足はねまだそういう東京大阪が収まらない、まあ主に東京ですかね、東京が収まらない限り戻ってこないのかなっていうのがね、ちょっとまあそんなね、感じなんだろうなというね予想です。はい。まあ、ただね、まあ、ちょっと解除になると多少ね、今よりは、お客様ね、戻ってくるだろうし、まあ、夜のね、9時以降のお客様ね、今まで、仕事終わってね飲みに行きたいけどもうね8時でアルコール提供終わってるから出てこれないよっていうね層のお客様には、ねサービス提供できるようになりますので、まあそちらプラスアルファで、まあ多少、今よりはマシになるかなと思いますので、まあ20日解除であっても、まあ延長であっても、まあうちとしてはね、まあ個人的には、まあどっちでもいいかなっていう感じですね。まあ延長なら延長で、まあ今まで通りね、やれる時間帯をフルでやって、8時までアルコール提供ありますので、で9時閉店なんで、まあ、それまでやって、で昼は昼で弁当売って売り上げ作って、で協力金ね 2.5 万円もらうね、小じきしながら、利益をね最大化して、の今後にね、備えるという作戦は継続できますので、まあどっちにしても別にあまあ問題ないというかね、まあまあやることをやるだけっていうようなね流れになっております。まあ利益で言ったらですね、まあ多分まあ延長がなくてね、協力金が打ち切られた方がもしかしたらね減るかもしれないですけどね、まあそれはそれでいいかなという感じですね。はい。まあ、うちはね休まず営業しておりましたので、まあ稼ぐ力というかね、まあブランク作らずにやってきてますので、まあそんなにねまあスタッフの方もねずっと同じメンバーでやってますので変わらない流れでね営業できてますので、まあいいんでしょうけども、休んでたねお店っていうのは20日間も休んでたらね、だいぶちょっとリファビリというかね元の感覚に戻るまでね大変でしょうし、まあお客様もね流れが戻る、そのまま戻ってくるというのもねまだどうかなっていう感じなんで、まあ解除になったらなったで、まあスタートダッシュじゃないですけどね、まあ普通にお客さん来ても対応できる流れになってるかなという感じなんでね、まあまあ引き続き、まあどっちにしろ解除にしろ解除じゃないにしろ、まあ引き続きねやることは変わりませんという感じですね。はい。というわけで、ワタミはねもう居酒屋じゃなかったというね、四季報を読んでみてねおおってなりましたというねお話でした。はい。というわけでね、ご予約の方もお待ちしております。デラシさん2321619までお願いいたします。チャンネル登録の方は296人となっておりますので、チャンネル登録の方もお願いいたします。はい。TikTok の方がね、アカウント強化中ですので、フォロー、いいね、コメントお願いいたします。はい。ご視聴ありがとうございました。終わります。